よし、ちょっと待って。出てる出てる。はい、まず皆さんこれを見てください。もうビフォーアフター見てもらった方が早いと思って、私ね、どんだけメイク頑張っても自分に合うメイクが本当に分からなくって、すっごい血迷ってたね、時期もあったし、自分で髪切ったらうまくいくんじゃねって、自分でやった方が早いっていう謎な時期もあったんですが、最近ね、ようやく自分に合うメイクを見つけられて、でコメント欄でも可愛くなったねとか、垢抜けたメイクどうやってやるのって言ってもらえるようになって、本当にありがとうございます。ということで今日はね、メイクを紹介していこうと思います。ぜひね、私みたいなぺたんこな凹凸のない丸顔の方は参考にしてみてください。ということでやっていこう。俺の名前はナナメチャンネルだ。はい、セッティンです。メイクをするにあたって私はすごいテーマがあって、自分の顔、色、骨格に合ったメイクを必ずすること。私だったらこの肌の色と髪の色と、あとぺっちゃんこなこの凹凸のない顔と丸顔っていうのを、まあ、活かして、それを武器にメイクをする。で、2つ目が生で人と会って会話をして、こう近づいて、うん、めっちゃ濃い顔したって思われないように、やっぱあくまでも人と会って不自然だなって思われないように盛ること、この2つをね、とっても心がけてます。カラコン入れます。カラコンはこれです。これも理由があって、ストロベリー、ちょっとピンク赤みかかったカラコンなんですけど、髪の毛が今赤いのでそういう色にしてます。つけてるのとつけてないのではこんな感じです。自然に違いますよね。はい、じゃあ本気出します。まずね、皆さんね、あの産毛とかはね、絶対に剃った方がいいです。産毛があるのとないとでは全然垢抜け感が違うので、絶対剃った方がいいです。こことかこことかこことかね、絶対剃ってください。本当にメイク動画とか撮らないのでめちゃくちゃ緊張してます。はい、産毛をね、しっかり剃ったら、私はですね、コンシーラーとファンデーションを全体には絶対塗らないんですね。やっぱりその自分の中のテーマのあっても綺麗な肌っていうのを意識しているので、私は気になる部分だけ置くようにしてます。で、私ちょっとクマがね、黒いので、この黒い部分をコントロールカラー塗って調整します。キャンディードルのパープルピンクをね、塗ります。本当にちょっとだけです。これを塗るだけでもちょっとね、クマが薄くなります。次にね、コンシーラーを塗ります。コンシーラーはナーズのバニラチップです。なんかその最近気づいたのは、コンシーラー温めて塗った方が密着度が上がるっていうのに気づきました。目元ってすっごい本当に崩れやすいので、この硬い皮膚のとこから薄い皮膚に向けて塗るようにしています。で、最後の仕上げにこのシュー上村さんのファンデーションを塗ります。これね、これも手でこうポンポンポンって涙袋にかからないように塗ります。だいぶ違くないですか？はい、今の工程を見てなんか全部デパコスかよって思われた方いると思うんですけど、私はメイクでも気分が上がるようにデパコスを買ったんですけど、でも全然プチプラでもその化けるメイク法だと私は思っているので大丈夫です、手元にあるメイクで。はい、で次はこのみんなおすすめケイトのラブルライナーですね。これすっごいね、自然に盛れるからめちゃくちゃ愛用してるんですけど、こんな感じでピーって伸ばして塗ります。ちょっと張り切って塗りすぎたんですけど、このラブラインでここまで引くとめちゃくちゃ自然に盛れるんですよ。こんな感じで二重幅を伸ばし、アイラインの方もこのダブルラインで薄く伸ばします。で、涙袋、涙袋はこう描かないで一回下げます。一回下げて上に上げる、こういう感じ。ちょっと今濃いな、ぼかすとねめっちゃいい感じになるんですよ。で、反対も同じで、次に眉毛をします。眉毛はまずこういう眉ペンシルで一本一本丁寧に描きます。はい、眉毛はちょっと太めに描きます。太い方が自分に合っていたので。で、今髪の毛が赤いので同系色のパウダーでちょっとぼんかり描いていきます。という感じで眉毛をやったら、こっから私と同じぺったんこ顔、丸顔、本当に凹凸がなさすぎ顔さんはもうぜひ参考にしてほしいんですけど、こういう感じの薄いブラウンを使って、ちょっとねこういう筆を使って、さっきのねブラウンのところを取って、二重幅の上のこのまぶたあるじゃないですか、ここの腫れぼったいところ、ここを全体的に塗るんですよ、アイホールで。真ん中に置きます。で、真ん中に置いて外側から動かします。で、ここでのポイントは、絶対に二重幅には塗らないでください。塗ったら二重幅が狭く見えちゃうので、外側をぼかして薄くなった筆でここの鼻のあたりをぼかしていく。
本当にイラストっていうか絵のように私は意識してやってますね。結構ぼかします。あ、いい感じにできました。どうですか、こっちとこっち全然違くないですか。今まだいろいろ完成してないからうんって思うかもしれないんですけど、これをやるだけでだいぶだいぶ顔のバランスが整います。これをやって言えることはめっちゃ大人っぽくなる。わかりやすいように反対でやっていくか。こういう感じで全体的に入れられたら、次はもうアイラインをやっちゃいます。で、アイラインもアイラインライナーとかで描いてたんですけど、この濃いシャドウで描くのが本当にこれ漏れるんですよ。このペンシルのチップ取って黒目の中心部分からこうやって自分の目に沿って目に沿って描いていきます。で、目に沿って描くのが一番デカ目になりました。で、次にここですね。私ね、すごいね、釣り目なのでこんな感じでピッと線を描きます。次にまたアイシャドウを塗っていくんですけど、私が超愛用してる RMK のこの色、これめちゃくちゃよくって、濃くなりすぎず本当に目元が漏れる。これいろんなアイシャドウを本当いっぱい試したけど、これめちゃくちゃよくて、これはこの二重幅のちょっと上からこうやって塗っていきます。二重幅を、ほら、どうですか。このアイシャドウはすごいラメが、細かい粒子のラメが入ってて、めちゃくちゃね、なんかすごい大人っぽく盛れるんですよね。めっちゃおすすめで、これをやったらもうこっから私もこれもポイントなんですけど、もう廃盤っていうか、もうなくって困っているこのコフレドールさんのこの色、これもうなくなりそう、やばい。これめちゃくちゃ盛れるんですよ、この色。私これ3個目なんですけど、2個目終わった時にもうなくって、で、まあこれを買ったんですけど、なくってメルカリで新品で買いました。でもそれぐらい本当におすすめの色すぎてやばい。これはこれをこの目頭から涙袋からこの外側に向かってこうやって大きく描きます。ほら、全然違くないですか。なんか私みたいなこの凹凸のない顔は涙袋だけを白く塗ってぷっくりさせちゃうとめちゃくちゃ不自然なんですよね。なのでこういう同系色でちょっとゴールドかかってるけど、ちょっとハイライトも入ってるっていう、もうめっちゃいい色。そうするとほら、こう自然にね、めちゃくちゃ、今確かこことかやってないからあれだけど、これぐらいの距離で喋っても超漏れるからね、おすすめ。もう絶対やってほしい、ぺったんこ顔さん。はい、じゃあ反対もやっていきます。で、次にノーズシャドウをやります。ノーズシャドウもめちゃくちゃこだわりがあって、皆さんこう入れるじゃないですか。私の顔のパーツだと逆にこうすごいね、ここがなくてぺったんこなんですけど、ぺたんこだと両方入れるとめちゃくちゃ不自然になっちゃうんですよ、ぺたんこだからこそ。なので私は片方しか入れないです。片方に入れて本当に影っぽくして鼻を高く見せるっていうやり方をしています。これ私と同じぺたんこ鼻さん、ぜひやってほしいです。やっぱ絵とかもね、片方にこう入れるじゃないですか、もうほんとそんな感じです。これもね、マキアージュのこれを使ってちょっと薄付きで取って目頭から鼻にここにかけてやります。こういう風に筆を潰してここに入れます。で、鼻をちょっとシュッと形を整えて、で、そのまま潰した筆でここの鼻の下も入れます。で、もう一丁口の下、はい、片方しか入れてないんですけど、めっちゃ鼻さっきより漏れませんか。で、次にハイライトを入れていきます。ハイライトはこうまんべんなく塗れるように大きな筆で取って、で、また潰しておでこと鼻はここだけで、ここですね、鼻のてっぺんで、で、クマにもかかるように、クマくすんでるんでで、このマックのハイライトめちゃくちゃおすすめです。これハイライトの不自然なやつだと本当に不自然になっちゃうから、こういう感じで自然に盛れるやつが一番いいと思います。で、ちなみに私これこだわりがあって、顎には入れません。もともと私の顔が笑ったら顎が出るタイプの顔なんですけど、ここに入れちゃうともっと顎出てるように見えるので、ここには入れません。で、次に私はチークをします。クリニークのオレンジのチークですね、ベージュっぽいオレンジチーク、誕生日にもらったんですけど、で、これは普通に筆で取って手でなじませて、笑った下に、下すぎると顔が明るく見えないので、ちょっと上からこう外側に向けてやります。やっぱ髪の毛も赤いのと肌がね、私黄色っぽいのでオレンジチークが一番
自分に合ってたのでオレンジです。で次にシェーディング塗ります。シェーディングは普通にキャンメイクです。でこれもこだわりあって、こう全部に塗るのもいいんですけど、私は頬骨がね張ってるんですよ。で全部こうまんべんなく塗るとどっちにしろ頬骨が出ちゃうので、私は頬骨を意識してシェーディングを塗ります。そうするとここへこんでこう一直線上にできるっていう、言ってる意味わかるかな、もう語彙力なくて本当にごめん。でこのおでこら辺は大丈夫。ベースラインはこのここに塗っちゃうと不自然なので本当に見えないここに塗ります。はい、うん、 OK。 で次に、やっとマスカラですね。こういう顔の濃さとかバランスを見てマスカラを塗っていきます。マスカラはディオールですね。なんでディオールにしたかっていうと、筆のチップがやっぱ市販のドラッグストアに売ってるよりめちゃくちゃちっちゃいんですよ。なので買いました。はい、まあある程度できたんですけど、ここが一番大事。これ絶対やってない人やってくれってレベルの、なんですけど、リップライン、リップライナーですね。でリップライナーお気に入りのがこれ、インテグレートさんのベージュのやつなんですけど、これがねもうなくなってしまって、今本当売り切れてないから今もう代用のこれ使うんですけど、インテグレートさんのベージュ絶対使った方がいい。これめちゃくちゃ盛れる。まあ、自分のリップの色に合わせて買うのが一番いいんですけど、私はベージュのリップを使うので、もう本当にこれねやるやらないではね全く違うんですよ。まあ私が上唇薄いからってのもあるんですけど、ここがないと笑ってないように見えちゃうので、ここを膨らませてニコニコしてるように見せます。やっぱりね女の子はねニコニコしてるのが絶対。で次にルナソルさんのベージュの色、このベージュの色を使うんですけど、08番、これめちゃくちゃ盛れる。これやばいんですよ、本当にこれ盛れるんで見ててください。はい、こんな感じで唇が一気に大人になるんです。これやばい、これは本当生まれてきてくれてありがとうコスメ。こんな感じで同系色でまとめて、本当にリップラインが今なくってちょっと申し訳ないんですけど、めちゃくちゃ盛れますこれで。この中でもちょっと一工夫があって、私はイヴ・サンローランさんの濃いカラー使うんですけど、ちょっと暗めの色を使って筆で取って、女の子ってこういう口可愛いじゃないですか、ちょっとここがハムハムな口になるの可愛いと私は思ってて、なんでここの出っ張ってるところの横にちょっと塗るんですよ、ここね、自然なハムハムな口にする。でもこれ結構変わるんで本当におすすめ。という感じでじゃん、完成しました。でもっとねノーズシャドウとかシェーディングを自然にしたいときは、私はこのファンデーションのちょっと暗い色をのせて動かして自然にやります。で目元がちょっと物足りないなってときはマスカラもします。今日はメイクの工程を話すのに必死でちょっとマスカラ忘れちゃいました。目元落ちちゃうのでね、最初の方にやるといいです。あ、マスカラちょっと上げすぎちゃったな、マスカラごめんごめんすぎる。はい、セットしてきました。まあオイル塗っただけなんですけど、はい、こんな感じです。ということで参考にしたいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということでおつなばバイバーイ